日本ハムイーノーズ、いつも通り1点差で負け、うんち、さすがに草、打たれなかった平野です。芸術的すぎるゲッツー、やっぱスクイズ必要じゃね。どう考えても追いつく流れやったやん。平野とかいうセイバーメトリクスに真っ向から歯向かうピッチャー、あそこで偏差打つのおもろ。1点差負けの天才だろこのチーム。平野はエンターテイナーですな。普通に大早期用致命傷になったような絶対忘れてただけだわ。新庄最下位のチームらしい負け方だった。平野と海運メンタル最強クローザー、満塁にされた時点でハムの無得点、負けは確定していた。満塁で点取る練習しないと。平野メンタル強者すぎるやろ。あの場面でボールギリギリのフォーク投げるのやっぱりすごいやろ。平野がすげえわ。草、清宮で点取れないならあかんわな。ちょっと前のオリックスもこんな負け多かった。新庄がちゃらけた感じでダイソー出してて嫌な予感はプンプンしてた。困難で心折れるくらいならとっくの昔に首吊ってる。あの状態からゲッツーとかファイターズにしかできひんやろ。さすが NPB 唯一のアマチュアチーム。平野のメンタル進化してないか。昔ならもっと甘くて打たれてたやろ。この流れなら普通さよならするだろ。ロッテにいじめられてるからオリックスの優勝を支援してやるんだ。これおかしなことやってるレベルだろ。もう1点差負けの記録やってるけど。ご視聴ありがとうございました。